原文小版原文小版とは、原文元年5月16日から鋳造が始まり、同年6月15日より、通用開始された一行としての学名を持つ小版で、ある。文字小版とも呼び、後の文星小版が発行されてからは、これと区別するため、小文字小版あるいはまぶみ小版とも呼ばれた。また原文小判及び、原文一分半を総称して、元文金、文字金、小文字金、 あるいは、魔分金と呼ぶ。同時に、吹き替えが行われた、文字銀と合わせて、文字金銀と呼ぶ。表面には、タガネによる小ざめが刻まれ、上下に切り文を囲む、大枠、中央上部に、一株に、密字の極印、裏面は中央に、顔、株の左端に小判子の玄国印、吹き書の原国印、さらに右上に、文字が打ち記されている。これは、 元の区金と区別するため、元の使用を避けたことによる。下部の左端の小判子の元国を及び副書の元国印の組み合わせにより、大、基地となったものは偶然大吉と呼ばれ、七福小判として縁起が良いものであると陳調されるが、原文小判以降は、特製の玄上小判も作成され、この国印は、意図的に大、基地が打たれている。佐渡の金座でも鋳造され、 小判氏の原国院、及び不起訴の原国院の組み合わせが、筋、神、筋、等は、佐渡小判とされる。徳川吉宗は、米価引上げ策を講じて、財政に困窮する武士及び農民を救済しようと、心見るが思うような効果を上げるものではなかった。そこで、町奉行であるとともに、官僚として優れた才覚を有する、大岡忠助らの提案を受け入れ、 貨幣の品位を低下させ、通貨量を増大させる吹き替えに着手した。給金100両に対し、新金165両という大幅な増付をつけて交換するというものであった。純金量を約44%低下させる吹き替えであったため、このような大幅な増付をつけても幕府にはデメが入った。原文元年五月十六日に出された文字金銀に関する触れ書きは、 以下の通りであった。また古金に対する引き換えは以下のように定められた。当初、給金及び新金は無差別通用という触れ書きであったが、江戸の十組問屋から品位の異なるものを無差別通用とするのは不可能との単願により、暫定的という条件で、引き換えの増幅と同率の旧金は65%増しという割合使いを認めざるを得なかった。一方、 このような大幅な増幅での交換は通貨の急激な増大につながり、発行当初は急激なインフレーションに見舞われ、分金高島だという言葉が流行するほどであったが、やがて物価及び金銀相場は安定し、文字金銀は広く普及するようになり80年以上の長期間にわたり流通することとなった。そのため流通による損傷が著しく、 金座による直し小判が少なからず存在し、意識土目のものがそれであるとされる。また、この吹き替えによるオフレでは、貨幣の因数を増加させる目的しか謳っていないが、市民は、米価の引き上げを評価したとされている。この米価引き上げによる武士と農民の生活の保護が、吹き替えの目的とする説もあるが、貨幣価値の低落は、米価とともに、書式の値段も上げるため米価調節策としては、 評価できないとの説もある。通用停止は文政7年3月の触れ書きでは、文政8年2月末までであったが、延期され、文政10年1月末となった。原文1分半原文1分半は、原文小版と同品くらい1、4の両目で持って作られた、長方形短冊形の1分版であり、表面は上部に、大疑惑の切り文、中央に、横書きで、文1、下部に、 切り門が配置され、裏面は、密字の刻印が打たれている。裏面の右上に会所体の、文の年代印が打たれていることは、小判と同様であり、文字1分版あるいは、マぶミ1分半とも呼ばれる。小判の規定量目は3問目5分であり、1分半は8分7輪、5毛である。多数量の実測値の平均は、小判3.48問目、1分半0.87問目で、ある。 大乗館による旧金銀貨幣価格表では、重量あたり両目4.19614トロイオンスとされ、小判1枚あたりの両目は13.05グラムとなる。規定品位は66問目9分5輪6毛5位と、くらいである。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。文字金の分析値の結果は、以下の通りであった。雑文はどう 鉛などである。休暇兵表によれば、小判及び1分半の合計で1743万5711両1分である。一部班は、総中増量の3割とされる。すなわち523万713両1分前後である。小判は、約1220万4998両という、計算になる。サド版は、延長3年より、 文政2年までの中蔵工は、小判14万9001両、1分半6万3858両1分、合わせて21万2859両1分と、推計される。吹き替えにより、幕府が得たデメは102万5800両であった。また金座における中蔵手数量である分一金は、中蔵工1000両につき、手代10両、金座人10両2分、 不起訴投了4両3分であった。ありがとうございます。